朝ですよ、5時。はい、今日も一日頑張っていきましょう。今日はね、平日なんですけど、お仕事がある方はお仕事頑張っていきましょう。目覚めはいかがでしたか？そんな眠いみたいな感じはなかった。なんかね、こういう絶対的に起きなきゃいけない時って意外とすっきり起きるかもしれない。私は徐々に眠くなっていくんだけど、意外とポンって起きれる気がする。メイクしてるね。してるように見える？5時からしてるわけないじゃないですか。照明が明るいのか。4時40分に起きました。40分に起きた。アメリカから見てます。15時です。今は15時なんですか？そう、今日は歌番組カウントダウン TV があるので、ぜひ見てください。夜ですよ、夜。そしてリアルタイムで見れたらね、リアルタイムで見ててくれたら嬉しいです。ちょうど直前で目覚めた、アラームなしで。すごっ、すごいね。なんかアラームなしで起きれる人ってちょっと羨ましい。なんかアラームなしで、なんか誰か芸能人の人で、枕にこの時間に起こしてねってお願いしてから寝る人がいて、その時間帯にちゃんと起きれるっていう人がいるんですよ。誰だったか忘れちゃった。でもそういう話を聞いたことがあって、芸能人の方のお話で。でも私がそれをやってみたいけど、私それやったら絶対遅刻するなっていう。すごくない？枕にお願いして、枕生きてるんじゃないのに。すごいよ。そんなことあるんだねって話だけどね。その起きれんだね。だからアラームはかけたことないですみたいな人がいてびっくりしたの。誰だったか忘れちゃった。誰だっけな。ね、もう特技だよね。すごい。ちょっとスピリチュアルな。写真を枕の下に入れると、なぎちゃんの写真を、なぎちゃんの夢を見れるらしい。なんか言いますよね、枕の下になんかね、自分の好きなものとかを入れると
それが夢の中に出てくるみたいな。ね、でもそれは結構有名ですよね。私は食べ物食べてる夢が見たいから食べ物枕の下に入れたいけど、そんなことしたらね、ちょっと起きた時大変なことになるんでそれはできない。何入れるかな、凪だったら枕の下に。あ、そっか、写真でもいいのか、焼肉の写真焼肉の写真でも入れようかな。夢の中だったら、だってどんなに食べたって太らないんですよ。まあ、夢の中で太ることを気にしてるかもしれないけど、でもね、太らないから。でもちゃんと内容を理解した上でそれを入れないと多分見れないんですよ。夢の中で夢だって自覚できない、それね。でも大半の人は自覚できない人多いと思います。私も自覚できないもん。自覚できたらいろんなことができるんですけどね、多分空を飛んでみたりとか。今まで生きてきてなんか自覚したことないです、私も。なんでだろう、あ、自覚できる、すごい。でも思った、なんか前もこんな話してた、私なんか自覚できる人もいるんだよみたいな、デジャブ。そうなの、とんでもない状況なのに自覚できないんだよね夢ってシーンが急に変わったりするのにね、なんで気づかないんだろうね。あ、夢の中で夢から抜け出せない夢。え、それめっちゃ怖い。タジウム？怖すぎ。でも私も何回かそれ見たことある。怖いよね。起きて、え、また夢だったのみたいな。なんか世にもかなんかでそういうお話あった気がする。夢見るときはストレス溜まってる証拠らしいよ。え、そうなの？え、でもさ、人間は夢を絶対見てるみたいな。え、ストレス溜まってるときに見てんのかな。ね。でも夢っていっぱい見てるらしいですよ。一個じゃないんですよ。覚えてないけど何個も見てるらしい。うちの猫も多分夢見てる。うん、かわいい。そう、あ、夢を覚えてるときはストレスを抱えているって。へえー、そうなの。私じゃあもう夢覚えてないから今ストレスないですね、じゃあ。ね、動物も夢見るよね。だってワンちゃんとかね、そう、寝ながら走ったりするから、走ってるみたいな足動かしてる時とかあるよね。夢見てんのかなみたいな。いいな、猫、猫か犬か。寝言言うペットとかはいるよね。それだとさ、オウム？
なんかね、喋れる鳥、オウムだっけ、それもじゃあ寝言とか言う時ってさ、なんか喋ったりするのかな、覚えた言葉を。それだったらちょっとすごい。妹は寝ぼけがひどい、急に起き上がって無遊病みたいに動き回ってたすごい。いやー、でも無遊病って本当にあるらしいですからね。私は無遊病の人にはメンバーと同じ部屋とかになっても今まで出会ったことないですけどね。でも いるんだよね、冷蔵庫開けちゃう人とかね。うん、すごい、寝ながら歩けるのがすごい。まず記憶にないらしくて、突然玄関に行って靴を拾っては投げを繰り返してたえ、でもさ、外に出なくてよかったねそれ。いや怖い、外に出た時に本当交通事故とかにあったら本当に大変なことになるから気をつけてあげてください。うん、2日前に久しぶりになるちゃん手料理のお好み焼きを2人きりで食べた夢を見た幸せですね。なぜお好み焼きなんでしょう。大阪だよね、大阪と熊本がなぜか結びついたんですかね。幸せじゃんそんなの。お好み焼き食べたい。そろそろ出勤準備、9時にまた、あ、9時にお待ちしてます、ありがとうございます。あ、メロンメロンさん、ペンギンありがとうございます。50カウント終了、お疲れ様です。この配信30分で終わっちゃうので星投げ急いでくれたら嬉しいです。ポポポーンってね、10回連打でお願いします。配信してる人少なくて星集めできないえ、本当、そっか、5時だとそういうことが起こるのか。まあ5時台で配信してる人ってね、あんまいないよね。確かに星集めってさ、何時間前からできるとかって決まってるよね。1時間前、終了ありがとうございます。眠れなかったので映画見てました、カウント投げ支援しますってありがとうございます。私もなんかこの間、前に実家帰る前日に寝れなくて、でもすっごい朝早い時間で、そう、結局オールした日がありました。寝れないからオールして朝早い飛行機で帰ったその時はオールした時に見てた映画はシンプソンズ、映画っていうか、まあ映画か、シンプソンズ好きなんですよ私。ちょっとすっごい、めちゃくちゃブラックジョークっていうかアメリカンジョークがたくさん入ってて、
あ、これがこういうのがアメリカンジョークねみたいな、結構学べますね。てか面白い、めちゃくちゃ意味わかんない、なんかもう。私が見たのはお父さんが豚を持ち帰ったんですけど、その豚がすごい争いに巻き込まれる原因になっちゃうっていうなんかお話で、家族が追放されちゃうんですけど、でもその家族がアラスカに逃げるっていう話そう、面白かった。昔から見てるシンプソンズは。あれ日本で放送できないのあるね、たまに、あ、大丈夫かって思うとこあるよね。だって息子が電柱に縛られるんですけど、そう、そういうシーンもあるしそうなの。他の部屋に行ってコメントなしでも星もらえるかな。もらえますね、もらえます。そう、虐待みたいな、そうなんですよ虐待じゃないみたいなシーンあるんですよ、たまに。そう、でもシンプソンズはそう、なんか「え、大丈夫?」みたいなシーンは多いけど、もうそれが愉快に書かれすぎて、もうむしろ逆に面白いっていう、なんか実際はね、やばいでしょみたいなシーンあるけど、うん、なんか面白くちゃんと書けてるのがすごいですよね。シンプソンズだからそんなに深刻に考えて見なくていいっていう、なんか軽い気持ちで見るアニメだよね、すごく。あ、カンタアットマークカンカンさん、ペンギンありがとうございます。そう、シンプソンズはね、頭の中を空っぽにしてみるといいですよ。ぼーっと見るアニメです。面白い。アメリカのドラマだとキリスト教知らないと理解しづらいジョークがあります。あー、なんかね、わかる。キリスト教のなんかそういうのね、なんかたまに話が出てくる。桜がずっと待ってる。画面の中でしか見えない。こっち向くと何もない。桜が、春からアメリカの新しいドラマが2本始まるので楽しみなのです。2本もいいですね、楽しみ増えますね。星投げとカウント完了、ありがとうございます。アメリカ映画って急にちょっとシーン来るから家族で見てると気まずくなる。そうですね、結構それはアメリカドラマならではというか、そういうのもわかる。後半戦でリセット、後半、前半後半で分かれてる意味は何だろう。ああ、
あれですか？確かに私もあんま分かってない、そっちの桜前線の方は。なんで分かれてるんだろう。説明書がねあった、来てたけど読んでなかったな。うん、よくわからないけど星投げとけました、ありがとうございます。もういっぱい星はとにかく投げてくださったら嬉しいです。3周できた、ありがとうございます、ね、30分しか今日配信予定じゃないんで、毎回毎回ちょっとね3周できるか不安だったんですけど、よかったです。カントリーアットマークなぎなぎ中さん、ペンギンありがとうございます。ペンギンさん、なぎちゃん時間きっかりにできて偉いね。いやもうなんかむしろやんなきゃっていうことを常に考えながら確かに寝てるので、その遅刻する恐怖っていうのもあるかもしれないあ、絶対遅刻できないみたいな、うん、その寝る時はあんましないよねそうね、こうやって配信できてやっと落ち着くっていう、あ、よかったみたいな。そうね、夢でもショールームの夢見そうで、遅刻するみたいだね。めっちゃ縁起悪い悪夢、それこそ悪夢です。うん、でも次の配信9時からなので寝てください、みんなちょっと時間空いてるので、これ終わったら。ただいま星集めてきた、あ、急いでください、ありがとうございます。10回連打でね、よろしくお願いします。今でも忘れられない遅刻した時のエピソードですか、なんだろう、遅刻して飛行機を3回ぐらい乗変したこと今考えたらやばいよね。マネージャーさんに「また寝坊しました」みたいなもうね、3回目になってくると本当にもう申し訳なさすぎて、気まずすぎて、もうねもう死んじゃうかと思った。優しいよね、そこまで見放さないで私もね、ほんと若かったんで、子供だったんでっていうのもあるんだけど、ほんと起きれなかったよね。公演やった次の日とかっていう、ほんと疲れてた時だったから、なんか寝坊しちゃったんだよね。もうなんかめっちゃ前、中学生とかの時だ、もう。すっごい覚えてます、本当に。うん、ありえないよ3回も、いやびっくりだ。
3回も上辺できたっけって話だよね。お金かかっちゃってそう、追加料金。わかる、寝坊した時一瞬時が止まりますね。もう今は冷静にむしろなれるんだけど、あ、これ遅刻だわみたいな感じで。でも昔は本当に遅刻した時になる電話の音とか怖かった。めちゃくちゃ冷静というか、もう、あ、やばいやばいやばいみたいな感じ。そう、たまにさ TikTok とかでなんか今日遅刻したんでもう開き直りましたみたいな感じの動画見たりするんだけどさ、たまにすごいなと思って。学生さんで結構そういう人多いんですよ。学生のうちにそんな肝据わってるってなんかすごいなって思いました。私なんてそんな学生の時はそんなに肝が据わってなかった、遅刻に対する。焦っちゃダメですよ、焦ると逆に遅くなるから。もう一度寝ます。おやすみなさい、寝てください。じゃあそろそろね、順位も読んでいきたいと思いますよ。じゃあ13位はすすむさん、ありがとうございます。12位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。11位はゆうぽう、今日もお疲れ様ーす、ありがとうございます。10位はあゆまるさん、ありがとうございます。9位はハウクスさん、間違ってた、ごめんなさい、ハウクスさん、ありがとうございます。8位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。7位は867ポーク、おーすごい数字が書いてあります、9464649さん、ありがとうございます。6位はユータアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。5位はガッシュさん、ありがとうございます。4位はサンちゃんさん、ありがとうございます。3位はメロンメロンさん、ありがとうございます。2位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さんです、ありがとうございます。もう少しでね、あと2分ぐらいで切っちゃいます。これから寝ます。そうですね、皆さんこれから寝てください。で9時からまたスタートしますよ、この配信よろしくお願いします。私はね、寝たらちょっと次起きれなくなりそうだから、集合遅刻しそう、ちょっと迷います。じゃあまた後でね、バイバーイ。あと1分もないかも。バイバーイ。星の湯もね、ありがとうございました。終わっちゃいます、バイバーイ。あともうちょい、星集めもね、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。またね。